石毛英子は、日本の政治家、市民運動家、社会福祉学者。民主党所属の元衆議院議員。元民主党副代表。機関福祉労働編集長。NPO 法人、市民福祉サポートセンター代表、市民が作る、政策調査会代表理事。政治活動においては、石毛英子の表記を主に用いている。千葉県銚子市生まれ。 千葉県立調子高等学校、日本女子大学文学部卒業。大学卒業後は、社会福祉団体の代表や飯田女子、短期大学教授を務める傍ら、市民運動に取り組む。専門は、社会福祉学。1996年、第41回衆議院議員総選挙に、旧民主党公認で比例東京ブロック単独2位で、出馬し、初当選。 1999年から7月、衆院本会議で国旗及び国家に関する法律に反対票を投じた。2000年の第42回衆議院議員総選挙以降は、民主党が比例代表単独での出馬を認めない方針を定めたため、自身が居住する東京23区から出馬し、第42.43回総選挙では自由。 民主党公認の伊藤康介に敗れたが、比例復活により二度再選。2005年の第44回衆議院議員総選挙では、選挙区で伊藤に敗れ比例復活もできなかったため落選。党の規定により、次期総選挙で公認されないことが決定したことを、受け政治活動を休止。その後、民主党を支持する東京生活者ネットワークの要請もあり、 2009年の第45回衆議院議員総選挙では、比例東京ブロック単独で出馬し、当選した。2011年1月、東副代表に就任。2011年5月13日、韓国市民団体から、朝鮮王室議期の返還に尽力したことに対して、表彰された。同年5月、消費者問題に関する特別委員長に就任。 同年9月、文部科学委員長を務めていた田中牧子の外務委員長就任に伴い、石毛が公認の文部科学委員長に就任。2012年の第46回衆議院議員総選挙には出馬せず、2013年12月18日から20日に戦後、保障を考える議員連盟の11名で法官団を実行した。 2014年の第47回衆議院議員総選挙には再び比例東京ブロック単独で出馬するが落選。ありがとうございます。